店長、お金ください。なんだよいきなり、給料なら月末に渡しただろう。違いますよ、これから小村さんのお店まで届け物をするんでタクシーを使うんです。だからタクシー代をください。ああ、そういうこと。でもお前現金渡すと食べちゃうじゃない。払うまで我慢できるのか。無理ですね。だから予備も考えて 1.5 倍くらいもらえればいざという時も安心です。いざってなんだよ。お勘定、あとタクシー呼んで。だいたい5000円です。だいたいってなんだよ。まあいっか、じゃあカードで。あれ、エレキングさん、このカードうちじゃ使えませんよ。あ、ごめん、それはタプリカードだった。タプリカード？そう、タプリカードはタクシー専用のプリペイドカードで、煩わしい小銭のやり取りやサインも必要ない楽々スマートなカードなんだよ。いいですね。これだったら現金いらずだからカネゴンに持たせても安心だ。しかも首都圏1万台以上のタクシーで使えて、ビジネスでの利用やギフトとしても便利なんだ。いいねいいね。じゃあカネゴンも早速タプリカードで届け物を。いや、僕はレジ係なんで、力仕事はバイトのキングジョーにでもやらせてください。おいキングジョー、行ってこい。よい。結局お金が欲しかっただけかよ。タクシーの支払い、プリペイドなら楽々スマートタプリカード。